はいどうも、Kチャンネルです。今日はですね、ウィンズの横浜に来ました。で、ウィンズってさ、まあ、いろいろおっさんとかいっぱいいるんだけども、明らかにこの人系は知らないだろうみたいなおっさんいると思うんですよ。だからそのおっさんをね、捕まえて競馬がね、どんな女なのかっていうのをね、レクチャーしていこうと思います。というわけでね、早速行きます。はい、ウィンズ毎回いますからね、競馬がよく分かってなさそうなおっさんが。はい、おこのおっさんどう？このおっさんなんか全然分かってなさそうじゃない？なんかちょっとね、すいません。はい、競馬どんだけ知ってるんですか、あなたは？競馬、はい、初めて来たんだけど。初めて来たんですか、うん、ちょっと撮るのやめて撮るのやめてあれ、うん、ゆうきちさんじゃないですか？あれ、ゆうきちさん、おっさんチャンネルのゆうきちさんじゃないですか？ファンの人。ちょっと今日オフなんで。ファンじゃないですけど。ファンじゃないですけどなんか底辺 YouTuber の方知ってるね、知ってるね、スーツさんも、僕もですけど、うん、はい、というわけでね、はい、まあまあ茶碗をここまでにします。こんにちは。というわけでね、今日はね、ゆうきちさんとね、本当に初めてなんですよね。初めてです。ということで、初めてね、競馬をやるゆうきちさんの様子をね、密着取材してね、イエーイ、楽しんで、もう見て鼻で笑って、鼻で笑っていいですよね。もう全然鼻でも口でもいいですよね、はい、っていうわけなんでね、もう許可のもとやってるんで、僕は偉そうに振る舞いますそういう企画ですので、はい、というわけで、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日が何日ですか？今日が27、1月の27日です、はい、日曜日、ネギシステークス、ネギシステークス、シルクロードステークスの日です。というわけで、これからね、ぜひ競馬を楽しんでいこうと思います。はい、はい、というわけでね、早速おっさんに競馬のね、買い方とかいろいろ教えと思ったんですけど、はい、この動画撮る前に、はい、そのおっさんの方の動画撮って、当てちゃいましたいきなり単勝で当ててでもなんかこれがいいよとか誰かに言われたとか僕が言ったとかでもなく、なんかこれいいんじゃないとか言って急に当ててるお金の方がね、僕のこと好きなんで、はい、僕の名前知ってます？ゆうきちなんですよ。ゆうきち、はい、1万円札がね、あ、ゆうきち友達なんですよじゃあ僕のね、予想をしっかりして買って当てるっていうのはね、ゆうきちさんに見せて、そうですね、実力をね、見せつけてやろうと、みんなでね、当てて帰りましょう、はい、というわけでお願いしますお願いします。今からおっさんにね、おっさんにですね、競馬の買い方というのをね、はい、教えていこうと思うんですけども、ありがとうございます。まずですね、この中京の8レースね、はい、ちゃんとビギナーズラックとかじゃなくてね、はい、ちゃんと分析しないと ね、 ちゃんと分析してね、続かないんですよね、うん、というわけでね、あんまり調子に乗らないでいただきたいと大変申し訳ございませんでした、はい、というわけでね、はい、まあ、このレースなんですけど、うんうん、まあ、さっきが中京の7レースおっさんが買ったやつなんですけど、うんうんうん、次8レース18頭もいるんですけどね、うんうんうん、おっさんはどれが来ると思いますか？看板娘。看板娘、それはどうしてですか？かわいいからこういうのが当たるんだよこういうのが一番当たるんだよいやでもね、僕はね、うん、もうそんなビギナーズラックにね、うん、負けてたらいけないということで、うん、真面目に予想して、うん、このスターリーステージって呼ばこうと思います。スターリーステージ、はい、いいとこですね。お、思いますか？うん、なんかちょっとこのバツとか丸のがたくさんあるのがいいと思うバツとか丸とかたくさんあるのがいいと思う。そう、なんか本命はあんまり好きじゃないの。ああ、はい、こういうのとか、二重丸グリグリとか、うまみが好きなのとか、そう、確かに、うん、僕もね、そう思った僕もね、そう思ったというわけで、まあ単純にね、うん、まあその中京の同じコースで4着にこれ来てるんで、うんうん、まあそれにね、どんな感じで来てるのかなって見ても、3番手とか1番で来たりとか、うん、で、まあ、いい位置からね、毎回レースできてるから、うんうんうん、いいんじゃないかなということでね。いいですね。というわけで、おっさんはね、乗りますかこれに？え、あ、スターリーステージ、はい、乗るじゃあ。乗るんですか、うん、さっきお金稼いで乗るんですか。じゃあ一緒にね、うん、スターリーステージをね、買いましょう、応援して、それでね、当たったら、うん、さすがKチャンネルだなと。そうだね、そうなるわけなんですよ。そうですね。え、これで外しちゃったらもうおっさんの方が当ててるわけになるから。確かにね、もうメンツ丸つぶりみたいな感じになっちゃうスターリーステージはどういう買い方しますか？そうですね、おっさんさっき単勝1000円で買ったんですよ。そうだね、僕もね、じゃあ単勝で1000円で、はい、同じぐらい行こうと思います。やりましょう。はい、はい、というわけでね、はいはい、
先ほど予想した通りの馬券を、ね、買ってきました。買ってきました。スターリーステージの単勝1000円です。1000円をそれぞれね、それぞれ合わせて2000円、本当に乗ってくれたということで合わせて2000円で、おっさんもスターリーステージの1000円と買いました。いいなって言ってた看板、看板娘500円で500円買いました。単勝で ね、今さっき見たらスターリーステージが3倍だったんで、うんうん、来たら3000円。おー、3000円、でかいよ3000円。でかいです、うん、で看板娘が45倍だったんでしたらもう、ま、万札が何枚も出てくるっていう、ね、うん、やったぜ感じでね、うん、早速ねこれをねビシッと当ててね、看板娘、看板娘って言ってほしい。ただそれ言ってほしい。看板娘って呼ばれたら満足。そうそうそう、ね、じゃあ今からそのもうすぐ始まるんですよ、はい、そのレースの様子を一緒に見てみましょう。はい、始まりますね、はい、もう中京のね8レースが始まります。スターリーステージですね。スターリーステージと看板娘、看板娘看板娘とスターリーステージってやつを買っちゃいました。これでね当たったらね、もうこれで当たったらもう本当に箔がつきますよね僕にね、2000円はでかいよ、ね、2000円は、はい、さあ500万したらいいです。まあね、前の方行く馬なんでね、うん、まあ、間違いなく楽しめるとは思うんですよ、うんうん、前の方いる前の方いるって、なるほどね、ずっと後ろで終わりってことはないと思うんで、なるほどね、まあ、そこら辺は、ね、そういうこともあるのか、楽しめるから、なるほどね、前の方の馬買っとけば楽しめるかなって、なるほどね、動画のこと考えてる、そうです、さすが、ずっと黙ったまま終わるっていうのはね、やめたいんで、いや、まあまあまあ、まあ。まあ、勝てばいいんですけどね、うん、スターリーステージが今入りました。入りました。はい、14番スターリーステージゲートに収まって、これを待って18番大体サンデーが一番外のゲートにこれから向かいます。14番スターリーステージ入りましたね。18と揃いました。さあスタートします。K チャンネルのおすすめの方、スタートした。どうだ。なんで看板娘の方が前にいるの。スターリーステージどこいないんだけど。スターリーステージどこ、前の方いるんじゃないの。どこ、まだ見えない。まだ見えない。まだ見えない。え、あ、いたいた、やっといた。残り 1000m 切りました。いや後ろじゃん、前の方いるんじゃない。話と違うね。16番のダモンディーバ、その後ろ中段の外に回って、まあ、悪くはない、悪くはない、残り 800m 切りました。あとはステラルージュ、スターリーステージ、うち11番のサンライズマジック後方の集団で岩新高校にプロサブリスト、あるいはそのから看板娘がめちゃめちゃいい位置にいるんだけど、なんだ、岩新高校に3番のニコラハイウェイ最高峰です。看板娘、あ、前が、お、やっと上がってきた、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 スターリーステージ来たよ、来い来い、一番外側、来い、いよいよ、走って来い、走って来い、いよいよ、来い、あ、なんか前に逃げ切りそうだ、あ、あ、来た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 、あ、この、あ、三着か、三着か、あ。マジかよ、残念でしたね。残念、2番人気ぐらいの馬買って外しちゃったよ普通に全然ダメだ。 K チャンネルのスターリーステージ外れてしまいました。外れちゃった、外れちゃった。看板娘も届かず、看板娘の方が見せ場のあるレースをしてマジか、仕事はしたね、はい、ああ、いや残念。まあでもね、これからこっからですよ、こっからです。メインのレースを勝てば、まあまあ、これはね、うん、これはまあ、まあ前哨戦みたいなもんなんで、そうですね、メインのね、うん、当てて当てましょう、当てていきましょう。はい、すいませんでした。はい、午後になってましたよ、まあね、さっきの前哨戦はね、ゆきさんだけ当たってね、僕は散々だったんですけどまあね、メインこっちなんで、つけ麺もおごってやったから、つけ麺もね、うん、いいじゃん、700円ぐらいおごったから美味しかった、もう、うん、うどんみたいだな、いや、そうだね、まあまあそんなことはいい、はい、そんなことはいいんですよ。まあ早速ね、まあシルクロードステークスっていうのが今日のメインの1本目、メインの1本目であるんで、メインのやつですね、それをね、うん、まあ僕はもうあの予想動画っていうか毎週上げてるんで、うん、そこで上げた通りに買うんですけど、ゆきさんはどう買いますか。僕は
可愛い名前のやつを買う。可愛い名前のやつを買う。一番当たるやつです。一番そういうのが結局当たるんだよね。どれが諭吉的に可愛い名前になりますか。どれが諭吉のおすすめ 2体いて、ラブカンプと両の手相路。両の手相路はね、いいと思う。なんかイタリアっぽい。イタリアっぽい。両の手相路。ああ確かに確かにって言ってもわかんないけど。徐々に出てきそう。確かに。この2頭の感想。いやあのラブカンプルはいいや。両の手相路買おう。両の手相路。うん。結構つくんじゃないですかこれも。10倍。ね。来たらいいでしょ。ね、うん。いや僕はですね、先ほど言った通り、予想動画に言った通りに、ガノンスマッシュが必ず入る3連複、うん。3連複っていうのは、3着以内に来る馬を3頭、全部順番不動で入れればいいんですけど。これも本命ですよね。本命ですね。うん、でこれは必ず入るようにして、うん、相手にナインテイルズと、うん、ラブカンプと、うん、ダイネイプリンセスとアンダルをね、入れて。硬いところ行きましたね。硬いところも確実に取って。うんなんか僕学んだんですよね。穴とかね、買いまくってもね、意味ないっていう。なるほどね。それでいい、確率を上げてね、はい、行きましょう、うん。でですね、もう一つあるんですよ。もう一つ。もう一つ、ネギシステークス。ネギシステークス。そのシルクロードステークスの10分後にある。今日やるメインの2レースってことですね。はい、東京とか東京。京都。と京都です、うん。こっちは東京です。で、まあ、僕もさっき言った通り、動画で、ね、アルコール買うんですけど、うん、僕は、その、サンライズロガとコパナキッティングの2頭が必ず入る3連付、うん、なるほどね。で相手にクイーンズ・サターン・ユラナとモーニング・名称を宴北さん・三日月・マテラス会なんで、こっちも6通り。北さんじゃん。北さん。北さんいる。サブちゃんの。サブちゃんのね。ですよ、うん、北さんブラックの、はい、北さんブラックと、まあ、同じ系統話ってだけで、まあ、系統とかそれは関係ないです。そうなんだ、はい、持ち主が一緒。持ち主が一緒。なるほどね。ゆきちさんはどうしますか。そうだよね。どうしようかな。名前ですか。名前だったらクロスケとか言ってないですか。さっきもクロスケをおすすめしてくれたんだけどね。いまいち。クロスケだったらいいんだけど。クロスケだったら。いや、中二病的には、そのクイーンズサターン。クイーンズサターン。クイーンズサターン。もういいかなと思って。でもこれを本命じゃん。まあまあまあ。三角あたりで伝えたら個人的に面白いなと思ってるのは、はい、コパのキッキングドクターコパのクッキングみたいなさ、これいけんじゃないかなと思って。ゆきちはね、このコパのキッキングいきたいなと思います。意外と悪くないでしょ。全然悪くない。いや僕も買うんです。じゃこれ単勝で。単勝で。ずっと今日は単勝。コパの、だからそこしか理解してないからね。いやでも、わかりやすくいいじゃないですか、こっちは。コパのキッキング、コパのキッキングって言ってほしい。言いにくいじゃん。さっきはなんか、言ってほしい。言ってほしい。言ってもらったら勝ちよ。そうそう。ね、でもさ、言ってもらったもんね。言ってもらいました。うん。看板娘。看板娘。3回ぐらい言ってたもんね。最初の方ずっと言われてました。そんな感じで。そんな感じで買ってみましょう。いや今日ビギナーズラックでずっと当たってますか。そうですね。ちなみに僕はK チャンネルの方にも乗りますんで、はい、そっちも買います。あ、僕が買うって言ったやつも買うんですか。うん、乗っかります。乗っかってくれるんですか。おっさんの方が。すーげー。そっちの方がだって責任重大になるから面白いよ。申し訳なくなってくる、うん。あ、じゃあぜひ乗っかって、当たったら当たりますって宣伝してくれて。そうですね。宣伝してくれるじゃない ください。そうですね。お願いしますって言って。そんな感じですか。やってみましょう。レースをね、買ってレースをね、見ましょう。見ましょう。さあ、今日のメインのね、レース始まります。シルクロードステークス。ね、先ほど言ったように。ダノンファンタジー。両の手相路7番も買いました。京都競馬場、今日のメインレース。ダノンスマッシュ、ダノンスマッシュ。第24回シルクロードステークス、はい、G3 のハンデ戦です。27でね。芝内回り 1200m。買いました。出走メンバーは18頭、はい。フルゲートです。向こう上面でのゲート入り順調。最後は18番、T ハーフ。ゆっくりとゲートに向かいます。向こう上面は追い風。ゲートイン完了です。
スタートしました。4番ベルハート後方からです。まずは先行争い。10番ダブカンプ、内から接近2番ダノンスマッシュ、14番セーブン構成、5番ビッグライブに広がっています。6番ラインスプリット前から5投目、あとは15番東証ピストが行って中段前に、12番ライトフェアリー、1馬身後方16番アンバルが行って、7番リョウのテソーラ、内は1番ナインテイルズ。めっちゃ飛ばしてるね。3コーナー飛ばしてるね。めっちゃ飛ばしてるね。3コーナーを回っていきます。あとは外17番アレスバローズ、内は13番ダイメイプリンセス、その後ろ8番エスティタートが行って、一馬身後方600を切って、18番キーハー、内は3番フィルムーンです。捕まえるか。4番キングハート、3、4コーナー中間から4コーナーに向かっていきます。あとは11番サイタスリーレッド、第4コーナーを回って直線に向かいました。単独抜けました。14番セウン構成、2馬身から3馬身リード。2番手は17番アレスバローズ接近していきます。あとは8番エスティタート、どこどこどこ、外から接近18番キーハート、残り150m、どこだ、あー来た来た、アレスバローズ先頭、8番エスティタート、2番ダノンスマッシュ、外内番ティーハーフ、よしよし来た、2番来た、お2番来た、あーでも重賞連勝ゴール、2着は接戦、他の馬が来てない。18番勝ってないもん。2番来たんだけどな。2番来たけどね。2番ダノンスマッシュ、これで軽半杯マジかロードステークス連勝。2番強いね。強い。同じステップを歩んでいます。8もいない、北村雄一、ね、8も勝ったやつはどこで見られる。8秒3です。ゴール前直線仲間では広がりましたが、残念でした。残念でした、ね、残念でした。外から2投目、2番ダメだな、ダメだ、受けました。これで同じコースで連勝。まあまだ1200メートルもう一つあるんで、予選を切り替えてから3チャンネルの YouTube 買ってるはずなんだけど、ほぼパーフェクトな成績。ごめんなさい、本当ごめんなさい、ね、問題は2着の争い。次です、次8番です。始まりますか。ネジシステークス、始まりますぞ。コパのキッチンとサンライズの場、 K チャンネルに乗っかって買いました。はい。責任重大、もうさっき外してるから、ね、東京競馬場11レース第33回ネギシステークス、僕今日1個も当たってないからここでね、まあ、理解してここで当たっちゃえばもう全部いい、ね、北さん三日月が参戦して16頭です。当たるっしょ。1着馬には G1 テフラリーステークスへの優先出走権が与えられる一戦となっています。この競争一着馬のコーナーには地方競馬全国協会理事長賞が贈られます。ダートのコンディション両で迎えます。ネギシステークス向こう正面ゲートインは順調。最後は16番マテラスカイ、入りました。ゲートイン完了です。さあスタートしました。やや丸ついたスタート。ちょっと遅れた。後ろからになります。大丈夫か。やはり早い16番マテラスカイ。早くも逃げてきました。早い早い。14番ドボバから10番レッドゲルニカ、2番手3番手、4番手インディ2番のユラントです。今11番コパノキッキングは後ろから行くまでなんで。中段インコースから1番クリンズサターン、4番 KI のテックです。その外からは上がっていく11番コパノキッキング、中段そして8番のヤマニアンプリメも中段の一角につけました。3コーナーをカーブしていきます。一番審査15番北山三日月、4番 KI ノーテク、中段の方向となりました。12は外に12番サンライズそばです。後ろ後方にかけて6番モーリー、3番後ろから3、4番目です。後方に票が並んで13番名称を掲げ、7番早いな、早いな、なっています。早いな。これから4コーナーです。16番マテラスカイ先頭リードを一番審査、前は対立ばらけています。レッドゲルニカ、ドボバから2番手、3番手、上がってこい、上がってこい、上がってこい、4番手インを狙って2番手、よし、こいこい、これから残り400です。外に射して追い上げてくる、こいこい、外からコパノキッキング、こいこい、の間からクイーンズサターン追い上げて、後方から KI を追って、少しこいこいこい、3番手は中段走飛び出しそうか、残り1番手を救うように、2番手のユラの飛ばしクイーンズサターンですか。11番コパノキッキング、コパノキッキングだ。サンライズの馬来い、サンライズの馬来い、サンライズの馬来い、2番のユラノトが2番手、3番手で待っている。1番手にさた先頭はコパノキッキングゴールイン、2番のユラノトが2番手、1番クイーンズサタンです。ひとハロンの距離買いましたー、イエーイ、すごい王道4連勝、イエーイ。中には来なかったなね、はい、3連続取りました。おめでとうございます。おめでとうございます。僕も単勝コパノキッキングを買いました。ところで K チャンネルさんは、俺これだけだから外れて。俺これだけだから。
乗りましょう。今日は単勝2個目。単勝2個目。単勝3分の2で当ててる。やったぜー。やりました。プラスだ。逆だ。やりました。ありがとうございます。終わりましたね。はい、というわけでね、おっさんにね、競馬知らないおっさんにね、競馬のね、が何たるものなのかというのを教えてやろうとしたらね、逆に教わりました、本当に。全然当たんなかったんですけど。全然当たんなかった。もう、まあまあ、これ全部紙切れですよ。軸は来たんですけど、相手が来なくて、うん、こっちも11は来たんですけど、他が来なくて紙切れになりました。ね、これたくさん買ったのに。すいませんでした。せっかく乗っていただいたのに、もう関わらず。ね。ああ、散々ですね。まあ僕はね、実はコバのクッキング買ってんですけどね。なんでだよ。なんで一人でちゃっかりさ。もう。いや、なんか素敵な名前だなと思って。だから、今日これ当たって、まあ、この動画には映ってないですけど、うん、最初も当たってるんで、ね、今日だけで5000円ぐらい買ってるんですよ、ね。いや、1000円ずつ買ってるから、はい、合わせたら1万円。1万円超えてる。買ってて、だから、そっか。だから僕の予想に乗ったせいで、うん、自分が減ってしまったっていう。そうそうそう。ああ、もう本当にすいませんでした。いやいや、とんでもない。視聴者の皆さんもすいませんでしたね。そうですね。僕結構こういう運があるんで、はい。はい、まああのね、おっさんチャンネルというチャンネル登録していただいて、はい、まあ、この運をね、2019年もね、皆さん持っていただいて。もう来週からさ、誰も競馬予想見てくれない。まあ前々からね、うん、こいつ当たんねえなとは思われてると思うんだよ。そうですね。今回それがね、もう露見したからね、完全に。まあ、真面目にやります。そうですね、真面目にやります。はい。2019年はね、これでもバッチリだと思うんで。あ、もう運が完全に。運が、もうあのデータに運がついたからね。確かにそうです、ね。これから K チャンネルすごいと思うんで。はい。じゃあこれからもね、ぜひ温かい目でね、今後とも。ですね。見守ってくれたらと思いますね。すね、まあ、今度はね、また競馬場とか、またいろいろね、はい。いろんなところでね。遊びに行ければと思うんで。また遊びに行きましょうということで。はい。なんかもう、もう準レギュラーみたいになって。何回コラボしてんだよ、ね、みたいなんですけど。いや、本当に楽しかったんで。楽しかったです。どうもありがとうございました。ぜひおっさんチャンネルのチャンネル登録をね、ぜひお願いします。ね、あと50人なんで、ね。あと50人で、1000人でね、うん、広告がつけられるわけなんで。そうですね。本当に。で、広告をぜひつけさせてあげてください。ね、というわけでね、ありがとうございました。ありがとうございました。はい。